株式会社アメニティプレゼンツトイレ情報ディーパートイレ情報ディーパー宮川雅留です今回ご登場はこちらの方です、はい、株式会社アメニティの ヤマトの武坂です。そして同じくアメニティのテルイ康治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テルイさんは、えー、最近ハマっているものは何ですか。最近はまあ最近でもないんですけどえっ、ー、とず,ずっとラジオですかね。<ー>えー、ラジオを聞いている。どういうタイミングに聞かれます。もうでもラジオって言っても聞くのは日本放送の ラジオショーっていうのがあるんですけど、ゴゴワイドのそれだけですけどね、はあはあ、それは多分あのまあ車の中であのラジコで聞けるので、ほぼ昔から結構ずっと聞いてる感じですけ、ねあ,はあ、あれ、確かどっかの曜日、佐藤光春さん、作家で入ってますよね、確かね。ナ、ねね、ナイイツツのやつだ 月木がナイツで金曜日が中川家で土曜日がサンドイッチマンなんですけどナイツのやつを手伝ってるって言ってましたもんね確か火曜日かなんか佐藤さんいいんじゃないですかしてのずっと聞いてますから話に出てくるんでしょうね、きっとねそうですか。社長はは最近 僕が夢中になっていること、ですか僕が夢中なっているこ今ああの、数日前にプールに行ったっていうところの <laughs> 1>, <laughs> 1回行っただけで膝が悪いからプールで歩くことから始めなさいって言われたらしいんですけどープールで歩いてこいってお医者さんから言われて、えー、1>, 1回行っただけですごい運動して気になってるので相当やばい。<laughs> じゃないいですかっていう話をちょっと今しているので今だけどあ,のあれですよちゃんと用意は万全で、あのー、そのプールに行くために、はい、僕、目悪いんですけど土付きのゴーグル買ってパ、はあ、イパン買って用意だけはもうしっかりして 1>,、はあ、で1回行きましたから 1>,、はあ、いや1回ですよね <laughs> 週に3回行かないとだめですよです、ね、まずやっぱ行く回数増やさないと、ね、あと、奥でも体調が悪くなければ。 あの行く習慣つけなないとダメなんですよ体調が悪い時は行ってもしょうがないんですけど、ーーおっくなだけの時は、頑張って行くと、それであ,あんなおっくだったのに行ってよかったなって思う経験すると、おっくの時でも行けるようになると思いますから、<ー>ね、意外とあの結構、行かないといけない感じがすごいするので、行かない期間って、どん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 もう、みるみる半年とか勝手に空いちゃいますから。 僕もジム入ってあれ全然行ってねえと思って,あの,ってあ,あのジムっていうかク,クリッツのやつですよ中野あ、はい、あ練馬クリッツの1回行くと300円とかやつだけどまあ、まあ、行ってるよなみたいな感じになってるんだけどあもうえ2か月も行ってないんだみたいなことになっちゃうから頑張ってちょっと行ってくださいそうですすね頑張りま照井さんもちょっと社長にジム行ってるとか。 歩いてるとかちょっとあのお小言のように言う機会をちょっと作ってください社長もはまれば長い長いっていうかはまればはまるんですけどね <あー S 2> そうねほぼほぼはまらないけどね <あー S 2> <laughs> 運動系のやつは,はまったのは見たことないですね、うん、確かに <あー S 1> いやもうだって膝はやばいですよ <laughs> 一生ものですからそうですよだからやっぱお医者さんが言ってるのはもっともだなと思ってはい膝と腰は絶対大事にそうですね はい、もうした方がいいと思いますよんみんなにこうみんなに言ってもらいましょう頑張ります、はい、お願いします、はいえー、トイレ情報、えー、こちらですトイレ情報 NHK の首都圏ナビウェブリポートで 東京23区内の屋外公衆トイレの62%は女性専用トイレがないという衝撃の事実が明らかになりました NHK 調べのデータだそうですどうして女性専用トイレが少ないのか背景の一つにあるのがバリアフリートイレ。 車いす利用者用のスペースや子供連れ用の設備など通常のトイレよりも広さを必要とします。加えて都市公園では 公衆トイレなどの建築物は原則敷地面積の2%を超えてはならないと定められているその限られた敷地にトイレを設置する場合男女共用のバリアフリートイレを優先し結果女性専用トイレの数が限定的になってしまうとのこと子供を連れて公園に遊びに来るお母さんを思えば本末転倒の事態ですしかも頑張って女性が男 男女共用トイレを利用したとしても女性は不安で仕方ありませんなぜなら男性が使った後なのだから男性が盗撮カメラを仕掛けているケースも想定されるからですかといって我慢するのは体に悪い何とかなりませんかねはいというお話ですいかがでしょうか 思った以上に少ないんですね。女性トイレって。うそうですね。意外,意外だなと思って見てました。これでも女性専用トイレ書いてある通りで、バリアフリートイレが増えてるから。はい、そっちでいいでしょっていうことで、女性専用が減ってるっていう意味ですよね。うそうですね。その要素もありますね。のまあまあその要素もある。はい。あとはその敷地面積の2%パーを超えてはいけないとかいうのがあると。 バリアフリーを必ず入れなければいけないからじゃあ犠牲になるのは女性用になっちゃうっていうことですよね割り食ってますねう僕は TTT やっていて、はい、あの公園トトイイレレと公公衆園のトイレと、ねはい、公衆トイレってあるんですけど取材をするときに。うん 公園トイレは規制が厳しいのでなかなかその降りないんですあ<ー>公衆トイレは比較的緩いのでどうぞっていう感じで言われたりすることがあるんですああかねやっぱり公衆今ここに書かれているのは公衆公園の公衆トイレ公園トイレなのかなと思うんですけど、はい、規制がやっぱり公園トイレの方がね。うがこういうことなんでしょうね。ここういうういなんかこう あの建築基準法的なことで都市計画法とかそういうので敷地面積の2%を超えてはならないとかそういうのがもっと他にも色々あるんでしょうねきっと公園の大きさの敷地面積の2%を超えてはいると公園法だか公園都市法だかっていうので2%と、うん、2> でもこういうのってあのどこからくるのかなっていうのはよく思うんですよね。な、うん、なんでででも3でもなくて 2ね、そうですね、別に3%でもいいじゃないって思いますよね、うそういういことですよねそんなにその縛る必要あるのっていうそうですね、な何を理由にこう制限してるのか、統一しようとしてるのかっていうのの意味が、あんまり分かんないですよね多分こういう法律って、多分昔に作られたまま、ほぼほぼ変わってないわけですけど形骸化して、なんとなく残っているからっていう。うでね、で昔のののトトイイレレと今のトイレの違い で考慮されてないですね。そうですね。考慮されてないですし、あの今のトイレの大きいですからね。そうですね。部屋ブース大きいよね。そうですね。で,すねで、オストメイトのことを考えたらもっと大きくなっていってしかるべきだしという、ね、ってことですよね。うねうん例えばあとこのバリアフリーのトイレを作るとトイレのその中に水栓が水が出るところが かか所所ととになるんですよね大便器流す大便器用のウォシュレットから手洗いトイレのすぐ横の手洗いオストメイトオストメイトのシャワーとあと掃除流しとかっていうのがつくんで6か所つくんで水道管太くなきゃいけない。なるほど これいっぺんに使うわけないじゃないですかみたいなのがあるんですけどでも6か所あるからいくついくつの配管にしなさいよとかああなるほどなるほどなんか全然落っついてないなと思う時ありますよねああなるほどねしかもそもそも節水型でもう全然水出ないのにはい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 、うん、なるほどね合致してないですねっていうのがやっててありますね同時に使わねえだろうって思、ね、うんですねああそっかそっか 同時に使ったとしたときにこれが流れなかったとしたらそれはだから欠陥になってしまうからうう太くしなさいってことなんですねはあなるほどね、うん、ちょっとなんかお役所仕事のなんかマイナス面が出てるのかもしれないですねうんうんいやこのでも女性が犠牲になるとかっていうのはもう反時代的なので。 あの暗がりでとお手洗い行くのは女性より男性の方が嫌じゃないじゃないですかきっとそうですね、うん、でそういうことを考えれば男子トイレの方こそ犠牲にして良さそうっていう考え方でも良さそうですけどねやっぱおしっこがしやすい男性小用は作りやすいとかそういうのもあるんですかねう,ん,うん,なんだかなっていうお話ですねでは続いてこちらです 情報阪神・梅田のスプレー吹きかけ事件はトイレの順番が原因だった関西テレビから引用です。大阪梅田の百貨店で スプレーのようなものをまいて逮捕された女がトイレの順番が抜かされたから腹が立ちスプレーをまいたと供述していることが分かりました傷害の容疑で逮捕された山岸操容疑者33歳は阪急梅田本店9階女子トイレで85歳の女性にスプレーを吹きかけて全治1週間の怪我をさせた疑いが持たれています本人は催涙スプレーをかけたと容疑を認めているそうですトイレの順番 を抜かされたのであればその時点でちょっとお待ちなさい私の方が先ですよちゃんと並んでと言えば良かったのではと思うのですがそういうやり取りをする余裕もないぐらいあっという間に横入りしていったということなのでしょうか漏れそうな時は確かに勘弁してほしいですが怪我を負わせちゃいけませんよねはいえ横入りによって えー、スプレーを吹きかけて全治1週間の怪我だそうでございます催涙スプレーって持ち歩いてるもんなんですかねそ,うそれが一番びっくりですねやっぱ女性だから痴漢にあったときとかそういうことですかね持ってるんですねだってこれは予期してないですもんねそうですね <で>その追い抜かされたからといって、一回家に帰って、その人にかけるために持ってきたわけじゃないですもんね、ん持ってる時きに、えー、そうなって、イラッとしてそれをやったってことですよねうん持ってる人ってほ、そんなにいないんじゃないですかね。いないですか、僕の知り合いの女性でも持ってるっていうのを聞いたことないですね。うんこれ、痴漢にあった時は正当防衛みたいな形でいいんですかね、売ってるってことはいいってことなんですか。 まあ、痴漢の延長線上に乱暴がある可能性があるからいいんでしょうね、うん、あと逃がさないためにとかっていうことですか、うん、だから強姦されそうになってこれ使うのは絶対あれだと思うんですけど、うん、痴漢の場合にそれを使っていいのかどうかっていうのはまたなんか裁判になるとすんげえややこしい話になる可能性もありますよね過剰防衛的なことかもしれないとかトイレの順番。 おぬかされるっていうのはやっぱ犯罪じゃないからダメだってことですね。<や>ああそういうことですね。じゃあねこれはねこれはそうだね。そういうことですね。トイレ。うん。政党、うん、防衛でも何でもないってことですね。うん、この手の話女子トイレはやっぱ多いですよね。あそうですか。この後に確か子供にぬかされてやっぱイラッとしてっていうのが、はい、あ,あれは男子トイレか。 ええ、へなんかあったような気がしますね。ね抜かされた系っていうのは、はあ、やっぱ他にも聞いたことありますね。あ、はあ、まあ、でも、やっぱり漏れそうだったら、本当に切実ですよね。<ー>確かに、ね。そうですね。ねそうですね、うん。女子トイレの、あの、その。 行列って大変じゃないですか。はいはいはい。かわいそうだなっていつも思いますね。思いますね。昔おばあさんとかよう来ましたよね。男性トイレにね。来た来た。ああ。最近少なくなったね。なんか貸してっつって混んでるから貸してっつって来ちゃうわけですね。そうですね。僕らの仕事柄ねよくあの男性トイレメンテナンスしているときにあの女性の方がどんどん入ってきてみたいなことありますか。見たことないですか。ないないですないです。 意外とっちあったんですけどね最近<ー>は少なくなったかなあんまりんんなるほどまあ漏れちゃ困りますからね <laughs> 僕はどちらかというと漏れそうな時は並ぶのではなく <laughs>、はい、あの走り回って別のトイレを探す派ですあああそうですね もうデパートだったらもう次は5階かっつって5階までだーって走るとか動いてる方が尿意はごまけるんで待ってる方が尿意とか便意ってきついけど走ってることの方がなんとかしのげるし自分で探す努力をしているってことでもうイライラもしないという走り回りますけれどね。僕は本当にあの便意が どうしようもない時はもう死活問題ですねそうですねそうですね確かにことだったんでしょうねこの時はですねそうですねスプレーはやっちゃダメよっていうやっちゃいけないですねやっぱりそういうお話でしたありがとうございました